駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。続いてね、これを書いてます。日本懐かし周辺ゲーム大全でーす、ね、今回はというと毎度恒例の知ってきた駄菓子の紹介ですね。いつも行ってる田島屋さんの足立店に行ってきました。前回仕入れに行ったのがまあ1ヶ月ぐらい前ですね。で前回の仕入れ額が2万7000円ぐらいだったかな。でね、今回のね仕入れ額の発表です、ね、これ田島屋さんの領収書です。さあ、じゃあ今回はね、いくら仕入れたのか、いきますよ。じゃーん、44,792円ですね。44,792円なんで、まあ大体前回から17,000円アップですね。もう結構大幅アップしたな。いや、私的にもね、そうだな、こう駄菓子を仕入れて大体まあ3万円台半ばぐらいかなと思ったんですよ。でもね、こう会計したら44,000円で、ちょっと予想よりね1万円近くアップしたんで、多分ね今回ねちょっとね、まあ後で紹介しますけど、チョコバットとか、あとお得です、あとラムネとかね、こうなんていうのかな、この 身が詰まったものっていうか、そういうのをね買ったんで、まあ、ちょっとね思ったよりねこう値段いっちゃったかなっていう感じですかね。まあその辺もね含めてね、これからね手持ちカメラで仕入れてきた駄菓子を紹介したいと思います。チャンネル登録でござる。それでは仕入れてきた駄菓子を紹介したいと思います。まずはチョコバットですね。まあ、涼しくなってね、チョコ製品がねぼちぼち出てきたって感じで、チョコバットね、なんと60本入りをね4箱仕入れちゃいましたね。まあ、これがね結構値段いっちゃった理由の一つですね。あとはペペロンチーノでしょ、あとウインラムネ、まあ瓶ラムですね、あとしっとりいちごね、前回しっとりチョコ買ったんでね、しっとりいちご仕入れてました。あとごっつもりソース焼きそばね、あとはこれもねチョコ製品ですね、日本一長いチョコね、これも仕入れてきました。よっこいしょういち、ね、ここからが、ヤングドーナツ。これね、ヤングドーナツね結構人気なんで、今回2箱仕入れました。ただね、ヤングドーナツね、こう油使ってるじゃないですか、ドーナツなんで、賞味期限がね短めなんで、まあ、あんまりね仕入れたくなかったんだけど、まあ、結構売れるんでね、今回ね2箱ですね。あとは、まあ、ボーロちゃんでしょ、あとミッチョソフト、あとガトープレミアショコラ、これもねラムネ定番入りですね。これも結構人気あるんで定番入り、あとねサワーペーパーでしょ、でアップルで、あとこれチョコケーキ、これ今回チョコケーキね1個しかなかったんですよね。これいつももっとね6個ぐらい仕入れるつもりだったんだけど、これ常連さんにも頼まれてるんで1個しか仕入れなかったんで、ちょっとこれまあ常連さんの取り置きになってね、ちょっと店には出せないし、私もね今回おやつなくなっちゃうんだけど、まあしょうがないですね。やっぱねこの駄菓子屋ゲーム博物館チャンネルでね結構プッシュしてんで人気が出てきたんですかね。困ったもんだね。で次がお得ですね。お得ですね、これ人気なんで、これもね4箱仕入れました。やっぱくじ付きなんでね、あとゴールドチョコ今回なかったんですよね。あれも人気なんだけどな、なかった。あとこれね、これも定番のミルククリームと、あとチョコクリームのセブンスティックね。あとこれモンブランキャラメル。やっぱね昭和のちびっ子はやっぱねモンブランがねみんな大好きだったんだね。この栗のモンブランの絵をね見るだけで欲しくなっちゃって、まあ結構ウケるかなと思ってね今回仕入れてみましたね。まあ新製品なのかどうだか分かんないけど、駄菓子屋ゲーム博物館でこの手のやつね、あんまりやっぱりその駄菓子ってというよりは普通のお菓子なんでね、あんまり入れなかったので今回ね初仕入れですね。であとこの辺も定番ですね、ミニサワー、ミニコーラ、ミニビタ、ミニピーチね、あときなこ棒、そうきなこ棒もね常連さんに頼まれてるんで仕入れてきました。この辺も定番のココアシガレット、ブルーベリー、コーラ、サワー、オレンジと、あとセコイアチョコね、まあ、セコイアチョコもねぼちぼち売れるんで入れてきました。あでこれね今回初登場トリプルドームチョコ、これなんとねギリシャ弁ってことで、これギリシャから作られたんですよね。なんかギリシャっていうね、なんかヨーロッパのねなんか古い町って感じが、このトリプルドームって感じがねしたんで、ちょっとそれに惹かれて仕入れてみました。あとは、チプチ占い一番でしょ、あこれも新しく仕入れた、あの中野の都昆布の駄菓子版、ほらあれ中野の宮古って箱に入ってるじゃないですか。
これがなんかこの駄菓子チックにこんな感じのやつが出てたんで、これも初めてですね。これもね、ちょっとなんかいいなと思って仕入れていったんですよね。で、あとはこの辺ね、焼きたらと、あとボン太郎と、焼きそば屋さん太郎と、あとラーメン太郎ね、ラーメン太郎と、定番ですね。あとはソースカット、あとこのね、ゼリーね、これもね、定番ですね。で、お次。これも定番ですね、モッツァレラでしょ。ね、キャベツ太郎。でね、もうこれね、もうモノマネするためにもう買ってくるようなもんですよね。これ。館長、ポップコーンを敷いてくださいよ。ね。もうこれやるためにね、仕入れてますよね。もうそれのきっかけのために、モノマネのきっかけのためにもう仕入れてるって感じですね。で、あとは、プクプク隊のチョコとイチゴ。これも常連さんに頼まれてね、仕入れてきました。あとは、これね、これ本当はね、ポテトフライがいいんだけど、なかなかこう、ずっともう3ヶ月ぐらいもう、在庫ないですよね、田島屋さん。なので、このね、代替品のポテトスナックをね、まあ4種類買ってきました。あとはこれね、でも定番のダイヤモンド、リングチョ、キャンディの、フルーツとコーラですね。こんな感じかな。今回4万円でね、結構、値が張った分には、ちょっと、そんなボリューミーじゃないですよね。やっぱりね、この辺のチョコバット、あとこのラムネがね、やっぱ密度が高いんで、かさばりはしないんだけど、ちょっとね、値段はいっちゃったっていう感じですね。さあ、じゃあね、いつも皆さんがお楽しみにしてる試食ですかね。どれにしようかな。やっぱね、新製品、みんな予想ついちゃうかな。今回の主食は、じゃーん、森永のモンブランキャラメルにしましょう。いいのでござる。それでは今回試食するのは、じゃーん、トリプルドームチョコですね。やっぱね、このギリシャに惹かれますよね。でね、これ裏見たら、これ原産国はね、ギリシャなんですけど、やっぱね、駄菓子界の巨人ヤオキンがね、これ絡んでんですよね。販売者ってね、ヤオキンが絡んでます。さすがですね、やっぱヤオキンね。なんかちょっとね、エーゲ海のこう匂いがするかな。しないか、チョコですからね。じゃあ開けてみましょうか。やっぱね、ギリシャですからね。お、中身こんな感じになってます。20個入り。さあね、どんな味がするのか。結構大きいですね。トリプルドームだから、こう3個ね、コブがあるみたいな感じですね。開けてみましょうか。あ、こういうね、に書いてありますけど、ウェハースの上にこうチョコクリームみたいなのがね、ドームが3つ入ってるって感じですね。どんな味がするのか、いきましょう。お、あー、これ昔あったあの、なんだっけな、ビッグブロックボノボンにちょっと雰囲気が似てますね。これでかいな。そう、ビッグブロックボノボンね、おさむちゃんが大好きなビッグブロックボノボン。こんな感じか。でかっ。じゃあ食べましょうか。あ、手が触って、手で触ると溶けてくる、どんどん。あ、これは甘いわ。これ柔らかいな。あ、これあれだ、あのボノボンチョコ、あのビッグブロックボノボンじゃなくて、この小寄りにしてあって丸っこいやつ、あれだ。このね、このドームの中のチョコがすごい柔らかいんですよ。これ、むちゃくちゃ甘いな。これあれや、あのスニッカーズとか、ああいうこう欧米のチョコレート、もうこってりしてるって感じだな。これは確かにヨーロッパっぽいな。やっぱギリシャはヨーロッパだから、
欧米の感じですね。なんかこうギリシャらしいかなと思った。でもチョコはそんな癖がないかな。アメリカのチョコってすごい癖があるんですよね。こう大味っていうのかな。アメリカのチョコって大味で、この日本のチョコってすごい洗練されて、こうその感じなんかこうちっこいみたいな感じなんだけど、これウェハース、とにかくね、このドームの中のチョコクリームが、ボリューミーで、ちょっとこのウェハースのインパクトがないかな。いやでもこれボリューミーだな、これ。やっぱほんとスニッカー感覚ですよね。なるほどね。確かにこれ日本の感じとはちょっと違うな。やっぱこのチョコクリームですよね。チョコクリーム、これはちょっと違いますね。あ、じゃあね、ギリシャ製のトリプルドームチョコ完食しました。じゃあね、いつも星付けでね、星ね1個から5個でね格付けしてますけど、今回のねトリプルドームチョコギリシャさん、そうだな、星 3.5 か見ちゃいましょう。まあ4まではいかないかな。でもとにかくボリューミーだったかな。味も美味しいし、その癖がない、あととにかくね量が、あのこんなもんなんだけど、これ結構ボリュームあるな、食べ応えあるって感じで、まあ、お腹いっぱいになるってわけでもないんだけど、なんか食べた感もありますね、これスニッカーズみたいで。で中のこのチョコクリームも美味しいし、そんなに癖もないし、ただちょっとウェハースがね、ちょっと存在感が薄いかな。だけど美味しいかな。なんだろうな、あとこのアーモンドとかなんか入ったら 4いったかな、どうかな。まあそれちょっとね私の好みなんだけど、でもねこれはねちょっとおすすめできるかな。なのでね、皆さんもね、駄菓子屋ゲーム博物館でこれ、ね、ちょっと先着あと19個なんですけど、ぜひ食べて、これ好評だったらもしかするとね定番入れしちゃうかもしれないんでね、皆さんもぜひねこのトリプルドームチョコギリシャさん食べてみてください。ではね、今回の動画は以上です。次の動画も皆さんにチャンネル登録お願いします。それではバイなら、ランナーいば、じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。